で、そうすると結局今まで見てきた話全体で見ている話っていうのはマルクスの考え方全体の中ではどのように整理されるかというとですね、社会というものがもう原始時代から将来までこの人間の社会である限り必ず持っている社会というものの本質がある。その社会というものの本質が何かというと、人と人とが依存関係にあってお互い働き合ってるんだということが社会というものの本質なんですよというのがマルクスの考え方の基本にあるんだろうというふうに私は解釈しています。で、その社会というものの本質というのは先ほどで言うと人と人とがですね、つながり合うことによって自然に対して労働を投下してそこから純生産物を取り出すということなんですけれども、その中で生産手段が生産されてまた投入されているというこういう仕組みが成り立ってますよというのが純生産可能条件だということですね。成り立っている限りこういう純生産を年々取り出すことができますよという、でこういうシステムが成り立っていたらこの純生産が可能ですよというシステムですね、これを表すのがこの数量の体系ですね。これを数量の体系で見たら、さっきのこの、こういう数量の体系で見られるし、これを労働を投入しますよという、そういうので、この純生産可能条件が成り立っている、そういうシステムを見ると、それが投下労働価値ということですね。これが評価の体系というか、労働配分ですね。労働配分が世の中全体の労働者を適当に配分することによって、様々な純生産物を取り出すために労働が配分できますよということを表しているのがこれなんだということですね。様々な用途に従ってですね、社会全体の労働者が配分できますよということを表しているのが、この労働の配分体系。これが投下労働価値体系だということで、こっちは数量から見たやつ、こっちは評価から見たやつ、こっちは出口、こっちは入り口から見たもの。いうことで、同じ事態である純生産可能条件という、この自然のシステムを、こっちから見ると、こっちから見ると、こういうふうに見えますということで、こっちとこっちは相対体系になっている。人と人との依存関係にあるんですっていう、いうことです。こういう中でですね、例えば、何でもいいんですが、総労働が一定の中で、純生産物を入れ替えましょう。Y1 を増やしたり、Y2 を増やしたり、どっちでもいいんですが、しようとすると、例えば、Y1 を増やそうとすると、Y2 減らないか。Y2 を増やそうとすると Y1 が減らないか。なんで、もし、総労働が一定ならば、これ変化を取りますと、これ一定ですから、Y1、Y2 の変化をデルタをつけて、表しますとですね、これは0ということですね。こっちの変化、こっちの変化、Y1、Y2 で表すとですね、これ0と、全微分ができる人は全微分していると考えていただければいいんですが、そういうふうになってます。で、そうすると、ここからすぐわかりますけれども、例えば、Y2 を1単位増やそうとすると、その1単位を増やすために Y1 がどんだけ減らないかんか、みたいな。こういうのがこれで表せる。で、そうすると、これはこっちに持ってって、デルタ Y2 で割ればいいんですから、これはどうなるかというと、T1 分の T2 ですね。こういうふうになりますね。で、つまり、これ何を表すかというと、純正産物の取り替えの比率が、まあ、取り替えというのは難しいことです。大体ですね。世の中全体で何かを増やしたり、その代わり何かを減らすという、その取り替えの比率というのは、投下労働価値の比になるんですね。純生産物の取り替えの比率は、お互いの投下労働価値の比に等しくなるように取り替えれば、世の中うまくいくと、再生産が成り立ち続ける。そういうことになる。ということを表します。というのが、すべての社会に共通して成り立つことですね、これは。原始時代からずっと、将来の社会まで。これは、逆らうことができないというか、一般的にずっと成り立つ社会の本質であるということです。ところが、マルクスの考えでは、これは我々が住んでいる商品生産社会においては、これが直接には見えない、特殊な現象形態で現れる。まあ、この本質と現象というのが、マルクスなんかによく出てくる用語でありまして、まあ、ヘーゲルが使っている言葉ですけれどもね、本質というのはまあ正体というふうに考えていただければいいので、ね、それに対して現象というのは見た目というですね、正体と見た目、この正体と見た目が違うんですよっていう話なんです。見た目が正体通りでは現れてこないということですね。化けて現れる。商品生産社会においては、社会をこう回していくと、再生産を回していくという、まあそういうことを規律する、まあそういうメカニズムがですね、直接には現れなくて、化けて現れるという。どういう形で化けて現れるか。人と人との依存関係が直接には見えなくて、物と物との交換関係というものに化けて現れますよということなんですね。なので、これは素直に反映しているわけじゃない。反映はするんだけども、これずれる。直接には人と人との依存関係を見ることはできない。
じゃあ直接にはどう現れるかっていうと、商品所有者が商品同士をこう交換するんですよ。こういうこととして現れるんです。なので、これが直接には見えません。で、この商品同士の交換割合が価格ということで、貨幣で測って価格、まあ、交換割合は相対価格ですけども、そういうものに化けて現れる。で、価格が自然発生的に変動することによって、後からこの人と人との依存関係が事後的に規制されるということです。例えば、なんかある商品は作りすぎました。作りすぎたら、その価格が下がって、儲からないから作るのをやめましょう。で、生産が減っていきますとね。ある商品は作ってるのが少ない。少なかったら価格が上がっていって、で、儲かるからたくさん作るということで、足りないものの生産が増えていきますみたいな。そんな形で事後的に調整される。で、この人、世の中の欲求に合わせた、労働の配分というかね、様々な欲求に合わせた、純生産物の、生産のための、労働の配分というものが、後から事後的に規制される。ということなんだけれども、これはずれているためにね、この規制というのは、時々変なことになって、まあ、時々再生産を、破壊すると、いうようなことが起こってしまいますよと。で、この人と人の依存関係が、物と物との、交換関係にずれて現れるという、このことをマルクスの言葉では物証化と言ってるわけです。で、これは素直に反映しているわけじゃなくて、ずれるわけですので、結局、この本来の本質である人と人との依存関係を離れていって、自律的にまあ展開をすると。まあ一人歩きする。で、甚だしくはバブルとか競合とか、まあそんな話ですけどね。甚だしくはこの本来の社会の本質である人との人との依存関係の再生産を壊してしまうというようなこともやったりするということになるわけですね。ということで、この物と物との交換関係の世界においては、商品同士の取り替えの比率っていうのは当然これは交換の比率になるんですね。交換の比率っていうのはつまり価格比になる。そうすると、これずれてるわけですから、投下労働価値の比と価格の比というのはこれイコールじゃないんですよ。一般的にはイコールじゃないから、だから一般的にはこの人と人の依存関係を本当にうまいことを再生産していくと、調整していくということからは、この物と物との交換関係の世界というのは、ずれてしまうんですよ、という話なんですね。で、そのことに対する批判的な意識が、マルクスの体験にはあると私は理解しているということです。で、これ物証化って言うけども、物って書いてあるけども、これは物じゃなくて思い込みですね、本当は。この商品とこの商品との交換割合がこんな交換割合です、みたいなのは約束事であって、本当は人間の観念ですね。それがあたかも物の性質のように思ってしまう。というのが物証化ということなんですが、要するに人と人との間のそういう自然的物質的な代謝ですね。その再生産。そこから、この価格、物と物との交換関係という、こういう観念ですね。これが、自律的にずれていって、しかしこっちによって支配されてしまう。で、これが時々勝手に有利していって、こっちの方を抑圧してしまうということで、これはマルクス全体にある阻害論のロジック、ポイエルバッハから引き継いだ阻害論のロジックになって、それはそういう物質的な、あるいは感性的というかね、肉体的というか、そういう日々の生活とかね、そういうことに基づく、再生産のあり方っていうことから、それを規律する観念が、有利して一人歩きして、で、そっちの方が偉いものになってですね、自己目的化して、こっち側を抑圧するようになるっていう。まあ、それが一般的に、阻害論の見方と言われるわけなんですけれども、その阻害論の図式に、この話っていうのも全部当てはまっているということですね。で、したがって、マルクス経済学はよく労働価値説というふうに言われます。商品の価格っていうものが、究極的には労働の投下労働価値によって決まってるんですよ、というような話が言われます。で、それでマルクスの資本論とかは、確かに価格が投下労働価値に比例するということを前提として書き始めていて、前回も言いましたけれども、それが第3巻あたりでちょっと違いますって、修正がかかるという。こういうロジックになっているわけなんですけれども、マルクス経済学の人たちは何かというと、この価格を投下労働価値が規制しますと、投下労働価値通りに何らかの意味でなるように何かのメカニズムが働きますみたいな話をですね、すごく大事なもののように思ってる。まあ、投下労働価値通りの価格に価格が規制されるんですよということを何とかして守るということがマルクス経済学の命みたいな
いや、そんな風に思っている人が、まあ、マルクス経済学者の中にも多いわけなんですけれども、実際言うと、前回も言いましたように、生産価格というのは投下労働価値からずれますよという話だし、総計一二命題というのは成り立ちませんという話でありまして、これがずれるということは否定できないことであります。むしろですね、私は、マルクスの言いたいことは、ずれるんだということをむしろ言いたいんだというふうに解釈している。こっちの世界からこっちの世界にずれるんですと。だから価格が投下労働価値通りにはならないということを言って、批判していると、いうのがマルクスの体系であるというふうに私自身は理解している。だから、ずれていいんだということですね。五章大事に、投下労働価値通りに価格が規制されるという、まあそういうふうなことを守る必要は別にないんであって、むしろずれるんですよということの方がマルクスの考え方に合ってる。で、こっちとこっちは違ってしまってる。違ってしまってるということは、つまり資本主義経済においてはですね、この本来この再生産を、まあ最適なようにうまいこと回すという、そういうことからはずれてしまうんだという、そういうことを言ってて、まあそういう批判的なニュアンスがあるんだということを私は考えています。